あの人が僕を変えた。もしかしてあの人は。先生が思ってるほど俺はバカじゃないですよ。こんな時期に勉強嫌いだって言ってるのがバカだって言ってんだよ。キスしろよお前。知らないよ。知ってやれよ。もっと結婚して遅くに子供を産めばよかった。しょうがないだろ。あいつと俺と親父とおふくろとそれから兄貴も混じってちょっと奇妙なゲームが始まった。あの髪の毛いらないでください。老け落ちますよ。僕は家庭教師ですから。